はい、というわけでイルカ東京ね、はい、令和元年初日でできたばっかりのお店に、うん、伊藤さんじゃないですか当たり前のように座ってますけど、久しぶりじゃないですか、はい、久しぶりです。乃木坂を卒業して、はい、最多出場ですからね、はい、11回目、11回目1年半ぶりの登場ねえ、会いちゃいましたけど、ね、どうですかラーメン。最高ですね本当に食べるんで、量も食べるし、はい、普通に食べ歩いてますもんね。食べ歩いてますねなんかでも普通に自分が出てない回の、はい、ね、乃木坂の他の子たちが出た回見て、はい、うまそうだって、それ一人で行きますチェックして行きましょう。全然行っちゃいますねね、なんでやっぱ今回こうやってまたね、うん、私が開拓したわけじゃないですけどこうやってこう私が来れたっていうのがすごい嬉しかったですね、はい、どうでしたこの、まあね、もうできたばっかりのお店なんで本当まあ新しい最新のお店ですよね、はい、いやこの味私あんまり味わったことない味だったので、うん、そうですね、割と鶏白湯が好きっていうね、はい、こってり系が多いんだけど、コテコテが好きだったんで、はい、鶏のチンタンのお店ですよね、これね、さらっと食べられるんですけど、ちゃんとこう油って言ったらあれなんですけど、こうコクがあって、カロリーゼロ、いやカロリーいい意味でカロリーゼロじゃなかったかもしれない、ね、食べ物ありましたからね、うん、はい、階段もしましたしね、ないないないだけどね、こう、まあ、すごい楽しい内容になってるんで、ね、はい、この後じゃあ本編をね、はい、お楽しみください、ご覧ください